皆さん、エブリバディ。今日は定例会にようこそ。ルールをご存知の方もいらっしゃると思いますが、ビギナー、初心者の方もいらっしゃいますので、少し説明をさせていただきます。いくつかゲームがありますが、一番イージー、簡単なのはフラッグ戦です。2チームに分かれて、相手の陣地の鐘を鳴らすか、敵を全員倒せばウィン、勝利です。1ゲーム5ミリッツ、5分です。復活はなしで、ゲームを終了してお帰りになる方はおっしゃっていただければメンバー替えをしますので、ご遠慮なく。復活はなしって、一度撃たれたらそのゲームが終了するまでそのゲームに参加できないってこと。セーフティーゾーンっていうのがあるから、撃たれたらそこで一旦お休みね。あと疲れた時もそこで休憩 OK だから。了解。うん。Any question？ 何か質問ありますか？おい、分かんないことだらけなんだけど。すいません。どうぞ。ものすごく基本的なことを伺ってもよろしいですか？はい、どうぞ。弾が当たったのは皆さんどうやって知るんですか？セルフリポート、自己申告です。自己申告。ヒットと大きな声で周りにアピールしてください。その時打った相手にお見事、リスペクト、ゴージャス、ビューティフルという気持ちを込めて叫ぶのがコツです。でももし自分が、はいはい、打たれたのかな、打たれてないのかな、どっちかなという時はヒットと自己申告をするのが気持ちいいです。自己申告。ゾンビ行為とみなされる恐れがあるからです。ゾンビ行為。何度撃たれても蘇るのがゾンビです。ああ、なるほど。他に何かありますか？あの、もう一つよろしいでしょうか？はい、どうぞ。これどうやって撃つんでしょうか？え、うん、今教えます。お願いします。うん。